ね、今これ撮影してるのが2020年の12月現在なんですけど、まあ、今からだったらどんな方法がおすすめだろうっていう。で、月5万ぐらいを目指したい方向けに、まあ、どんな感じで収益化の方法があるか。で、僕だったらどんな感じに攻めるかみたいな。まあ、そこを詳しく話していこうと思います。で、動画の目次、こちらの通りですね。一つ目、ブログ収益化には2パターンある。で、二つ目、ブログ収益化にはかなり時間がかかる話。で、三つ目、僕だったらこのように攻めますっていう。まあ、この順番で解説をしていきます。というわけで、早速本題ですね。ブログの収益化で、これ基本的に2パターンあるんですね。パターンの1っていうのが、アドセンス広告っていう、いわゆるそのクリックされたら報酬が入るっていう形。で、もう一つのパターンっていうのが、アフィリエイト広告ですね。で、アフィリエイト広告っていうのは、皆さんもご存知の方いるかもしれないんですけど、まあ、クリックされた後に商品なりが購入されたら、そこで、アフィリエイターにキックバックが入るみたいな。まあ、こういった仕組みですね。まあ、なので、皆さんこれどっちが稼ぎやすいと思います？クリック型の、クリックされただけで報酬が入るパターンと、あとクリックされた後に、商品が購入されて、そこで報酬が入るパターン。で、多分、大半の人感覚的にわかると思うんですけど、そのクリック型の報酬、まあ、いわゆるアドセンスとか、まあ、こっちの方が報酬入りやすいんですね。まあ、入りやすいんですけど、でも大きい収入を得るんだったら、アフィリエイト、まあ、いわゆる成果報酬ですね。クリックされた上で商品が購入されて、それでお金が入る。まあ、こっちを攻めていく必要があります。まあ、とはいえなんですけど、まあ、これ基本的に初心者の方向けにお話をしていて、まあ、ほぼ全員ですね、この動画見て皆さんも僕が思うにもう初心者です。なんでかっていうと、初心者の方っていうのはブログで月5万以下の収益の方ですね。で、多分皆さん今月5万以下ですよね。で、そうであれば、アフィリエイト収益っていうのは最初はそこまで追い求めなくていいんです。いいんですね。最初は、アドセンスの方を頑張った方が良くて、これはちょっと動画の後半、後ほどでお話をしていきます。で、あと、ちょっと余談になるんですけど、僕が最初の頃にアフィリエイトを知ったのは、最初というか昔かに知ったのが、大学3年生の時だったんですね。で、その時にどういう風に感じたかっていうと、いや、アフィリエイトってこれどんだけ、ブラック労働なんだみたいな、そういう風に思ったんですね。で、なんでかっていうと、当時の僕ってアルバイトしていて、アルバイトしたら、まあ、時給800円、900円入ってくるじゃないですか。なんか 1時間働いたら、まあ、それなりにお金入るじゃないですか。でも一方で、アフィリエイトとかブログって、まあ、書いてもクリックとかされなかったら、収入ゼロなわけじゃないですか。で、どんだけひどい商売なんだみたいな、これ最悪だな、みたいな。で、最悪だなと思いながらも、僕は当時どうしても引きこもりたくて、アルバイト行くのめんどくさかったんで、いや、でも、アフィリエイトで月5万、10万稼いだバイト行かないでいいしな、みたいな。まあ、そんな感じでもう頑張ってやっていたんですね。で、まあ、当時はこういう思考だったんですけど、もしかしたら皆さんも今の僕の思考に同意するかもしれないです。アフィリエイトとかブログとかって、まあ、結構ブラック労働じゃん、みたいな。しんどくないみたいな。でもちょっとここで、できればこの動画を見たら今、今日からですね、マインドを変えてほしいんですよね。で、なんでかっていうと、いわゆる世の中にフリーランサーとか、まあ、経営者とか、まあ、なんですか、まあ、稼いでるインフルエンサーとか皆さんいっぱいいるじゃないですか。で、こういった人たちってどういう働き方をしているかっていうと、皆さん確実に成果報酬型なんですね。まあ、だから要するにブログとかアフィリエイトの稼ぎ方と全く同じ稼ぎ方をしています。僕もそうですね。だから僕は、今12月じゃないですか。で、12月の僕の給料、まあ、僕の収入ってどういう風に決まるかっていうと、ブログの閲覧数、YouTube の閲覧数、で、ブログから商品どれぐらい売れるか、僕が売っている商品いくらぐらい売れるか、もうこれに全てかかってるんですね。だから要するに売れなかったら全部ゼロなわけです。で、これって経営者とか、まあ、世の中の会社経営してる人とか、世の中のフリーランサー、フリーランスの人、皆さんそうなんですね。だから最初に、その時給で入ってくるじゃんみたいな、1時間働いたら絶対稼げるじゃんみたいな、そういうマインドっていうのを一旦捨ててしまわないと、ブログとかアフィリエイトで稼ぐ際に、途中でしんどいって感じてしまうと思います。まあだからできればなんですけど、この動画を機に、まあ昔の僕もそうだったんですけど、アフィリエイトめっちゃブラックだなみたいな、そういう風に考えるんじゃなくて、アフィリエイト確かにブラックに感じるけど、でもよくよく考えると経営者とかフリーランスとか皆さんこういう働き方だよなみたいな、まあその思考にちょっとマインドチェンジしてほしいんですね。ここもすごい重要なので少し話しておきました。